こんにちは。8月28日の今日から、入院をして、明日29日には、帝王切開で出産予定です。赤ちゃんはきっと今年の夏、県内で出産を迎えた女性がいます。手術の不安よりも まだ高校生だった11年前、彼女が発したセリフは福島の復興を願う言葉として全国に広まりました。福島に生まれて、福島で育って、福島で働いて、福島で結婚して、福島で最後を過ごす、それが私の夢なのです。福島に生まれて、福島で育って、こうした若い情熱の中に被災地と福島の復興を確信できるのではないでしょうか。このセリフが生まれたのは2011年8月。文化部のインターハイと呼ばれる総合文化祭で講演された演劇でした。当時、県内は公園や学校で盛んに除染が行われていた時期。放射能に汚染された農作物などが次々に出荷を制限され、健康への影響を心配して県外などに自主避難する人も数多くいました。そんなふるさとを憂う高校生の言葉に多くの県民が勇気づけられたのです。あのセリフで注目された宇田真由さんです。当時は高校3年生で演劇部の部長を務めていました。もうびっくりしましたし、もう私はただあのセリフを言わせていただいたっていう立場で、でも光栄でした、すごく、うん、しかしそのセリフが東京に出て演劇の道に進むことを夢見ていた宇田さんには負担になっていきました。このまま福島で頑張っていてねって、そのセリフの、ね、プレッシャーみたいな、まあ、俺はまあ冗談で言ってた部分もあったと思うんですけど、ありましたね、うん、私はこう当時はやりたいことがあるんだけどなーなんて思いながら。演劇界の厳しさを心配した周囲から猛反対されたこともあり、結果的に演劇の道は断念しました。その後、天職だと語る介護の仕事について、去年には社会福祉士の優也さんと結婚、新たな命も宿りました。手術の不安よりも明日いよいよ赤ちゃんに会えるんだという気持ちの方が上なので、私も、明日は頑張れそうです。そして、よかった、話したらダメだっけ。生まれた日のよく澄んだ青空から緋色と名付けました。穏やかな日の光のように誰にでも優しい人になってほしいとの願いが込められています。福島で子供を産んで、福島で子供を育てて、福島で孫を見て、福島でひ孫を見て、福島で最後を過ごす、それが私の夢なのです。あのセリフのように、私も、まあ、子供を産むことができて、でいずれはごめんね孫の姿も見ることができるのかなって、あのセリフと一緒に、なんかこれからも最後までなんかこう生きていくのかなっていうふうには思ってるので、本当に、うん、あのセリフに出会えたことはすごく自分の中でも今は
縁があったなっていう運命じゃないですけど、うん、感謝してますね、うん、相馬市の小学校で教師として働く佐藤みのりさん、あのセリフの生みの親です。いつも思っていたことだったので、あまりこうすごく考えたわけではないんですね。率直な思いを本当に書いた感じなんです。県内で教師になる夢を叶えるため福島大学への進学を希望していた時、思いがけない形であのセリフがのしかかります。福島に生まれての女の子が福島大学を受験して福島で就職するんだってってこう大々的にこの言ってしまったのは、こう落ちたら笑えないなっていう風に、大学落ちたら笑えないなっていう部分だったり、その当時18歳のこの高校生としては結構こうしんどいものだったなと思ってます。夢を叶えて教壇に立つ今、目指す大人の姿があるといいます。大人たちは何もわからない中で決めていかなければいけない状況だったと、こう本当に10年振り返って思うんですね。自分の大事なもののために決めていくってエネルギーがいると思っていて、やっぱりそういう姿は憧れ、私にとってすごく憧れている姿です。自分たち子供を守るため被爆を少しでも減らそうと必死に動き決断してくれた大人たち、教え子たちにも決断できる大人に育ってほしいと自主的に判断させる教育を心がけています。あの演劇から11年余り、今の佐藤さんにとって福島とは。生きていく場所だなって思ってます。福島県はふるさとで、生きていく場所で、きっとこれからそのなんていうか進んでいく夢を叶える場所であると思います。当時まだ10代だった高校生たちが演劇によって描いた福島の未来、大人になった彼女らは今、あの頃思い描いていた未来に向けて歩んでいます。あなたが福島を